どうも、リーフの太郎です。太郎です。お願いします。太郎さん、はい。最近悩みというか、あー、人生相談ね。いや、違う違う、そんな深い話はしない。任せ。違う違う、ファッションの話です。ファッション、悩み相談というか、いや、ぶっちゃけこうよねみたいなのが、あー、ちょっと触れてなかったけどみたいな。そうそうそう、みんな言ってないけど、ぶっちゃけこうじゃないみたいなのが太郎的にありまして、なんか怖いなちょっと、レッドウィング、僕の持ってるレッドウィング怖いなあれ、靴なんですけど、こちらです、これベックマン。ベックマン、もう再生数の鬼とも言われてる。そうですね、切り上げが火つけました、ね、まだまだ人気よ、ベックマンの。これね、めっちゃ人気なのは分かるんですけど、けどぶっちゃけ、ぶっちゃけちょっとこうでむずないですか、これ触れちゃっていや、いい服、視聴者の方分かると思うんですけど、これね、あんま動画出てきてないんですよね、インスタとか。確かに1年前は結構見たけど、ね、そうなんですよ。なんかね、ちょっと今日ベックマン履きたいなっていう日はあるんですけど、はいはいはい、一回撮ろうとするんですけど、いや今日クロンダイクやなとか今日パラブーツやな、今日ブランドストーンやなってなって選ばれないやつ。若干ただの浮気症感あるけどそれぞれはすごいこう、あ、今日はこれやなってバチッとハマるコーデがあるけど、あ、なるほどなるほど、それがなかなかちょっとハマらへんのは なんか難しいんかな。このコーデに履くブーツを見て考えて靴棚見たらベックマンじゃないんや。選ばれない、選ばれなかったのはちょっとベックマンの逆はやったからねそうなんです。なるほどね。っていうのはちょっと相談というか、どうなんですかぶっちゃけみたいな。まあちょっとこれ、まあ俺ってどっちかっていうと、まあベックマンみたいなの好きそうや。好きそう、まあ、そのレッドイングで言ったら、そうですね、クラシックな方が、はいはいはい、方がみたいな、うんうん、だけどベックマン買ってないのはちょっとそこがおあるっちゃあるんよね。これは確信に触れそうですね。いや、まあコーデが難しいってわけじゃないんやけど、あ、コーデは難しくないと。やけどちょっと特殊というか、はい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 、ハイブリッドだよね。あ、わかります、それハイブリッドなんですよ。で、なんか個人的にはこれドレスとカジュアルとワークが入り混じってるというか、三足組これ、いや、三属性あるなと思って。なるほどなるほど。あのね、まずね、まずソールは結構ワーク寄りというか、はいはい、ラギットでね、ラギットな感じで。でもね、よう見たらステッチがこのなんていうの、ライトグリーン、はいはいはい、ミリタリーカラー的なやつとか、この白ステッチとかで、はいはいはい、ちょっとカジュアル要素もありつつ、はいはい、で、アッパーのこの革はもうめっちゃドレス、まあまあ、柔らかい、ね、柔らかい、ちょっとしたきめ細かい系の、ね、はいはい、革で、でもこう形はちょっとぽってりとした、はいはい、いわゆるあのセッターのラウンド2のね、まあ8番ラストのね、そうそう、感じというか、なんで、ちょっと混在してるなっていう。まあ、なるほどね、そういうジャンルの混在ね、ジャンルの混在はちょっと感じてまして、まあ、俺的にはちょっと時代の混在っていう感じ、時代の混在考えてて、うん、はい、ちょっと古めのブーツとか、はい、老舗のブーツ、うん、まあ、オールデンとか好きな人には分かると思うんですけど、はい、まあ、こういうきめ細かい革でブーツ作るんやったら、うん、穴、ハトメの間隔がもうちょっと狭いものが多い気がするんですよ。はいはいはい、あの、はい、ポストマンのブーツ版とかあったやん、昔ありましたね。あれも結構ここのハトメの間隔狭かった気がするんですけど、はいはいはい、やけど、うん、本当はもうちょっとキュッてなってた方が俺的にはそのフェザーストーンに合ってるんじゃないのかなっていうのを考えると、フェザーストーンやったらジガードなんちゃうかなっていう。いや、そうなんですよ、大江さん、ちょっといや、せいじゃないんですけど僕、ベックマン買ったのも、はい、もちろん、まあ、見た目が好き、はい、まあ、見た目が好きなんですよ、僕も買ったんですよね。そうなんですよ。で、もう一個要因があって、はい、フェザーストーンがちょっとめっちゃ気になってて、ここ 5% の、そう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 、まあ、あの人によってはフェザーストーンなんやねんみたいなこと言う人もいるんですけど、はいはい、僕が履いてみて、あ、やっぱええなって革感じて、うん、革はいいと思うんですけど、シワの入り方とかめっちゃいい感じで、そうそうそう、で、フェザーストーン気になると思って、でもフェザーストーンがもうレッドウィング現行でベックマンしかないと、ああなるほど、言われててというか、そう思ってたんですけど、はいはいはい、過去にあったみたいな、ジラードブーツ、はいはいはい、うわそっちやんって思いました。まあけどそれでもベックマン最初は手出しちゃおうかなとも思っちゃう。いや、まあね、パッと見だってすごい便利そうというか、そうそうそうそ
そうなんですよ。プレンテで。いや、ほんまに黒とか、まあ、茶色とか、ベーシックな色から選べて。そう、あんまり知識がない時に見ると、で、なんかもう、こう、ザ・ブーツみたいな。はいはいはい。で、もうこの一番ベーシックで、どんな時にも履けそうかな、ちょっとしてるというか。はいはいはい。感じたんですけどね。まあ、けどな、難しいな。もうハードなデニムに合わせんやったらこれクロームエクセルにしてくれよ感もあるっちゃあるし、やっぱりこの難しいな。黒のこの何6インチのこういうラウンドトゥーのブーツってチベワとか、はいはい、ウルバリンとかアメリカってまあまあありますから、ね、その中でもやっぱりこれが一番ちょっと特殊なんですか。まあまあ確かに特殊かもしれない。あっちの方はもう割とこう振り切ってるというか、うん、タフに履きましょうみたいな。俺的にはこのアウトサイドのこの角度ももうちょっとついてもいい。あ、僕はもうちょっとこう、そう、おってりせんでいいんじゃない。そうですね。あの、そう、だからあのフラットボックス、はいはい、ベックマンフラットボックス、まああれも8番ラストやけどね。8番ラストなんですけど、さっき芯ないからこうシュッと、あ、はいはいはい、おってり感がない。そうで、この茶芯のこのタフ感、はいはい、全開でみたいな。ああやってワークに振り切った方がかっこいいし、あんまバカ売れするわと。まあこれもこれでね、うん、アメカジをちゃんとアメカジアイテム揃ってる人からしたら便利な気はする。あ、なるほどね。僕はちょっと揃ってないかもしれないですね。じゃあまあちょっとね、福山さんこじゃれてるから、ね、何それ、ちょっとしゃれてくるからね。その、まあ、もともと8875もクビになった動画があるんですけど。そうですね、8875からクビになった動画ですね。そうですね、僕がね。そうですよね。靴をクビにするんじゃなくて、はい、靴からクビになる。これも今俺が履きにくいって言ってるけど、まあ逆です、ね、窓際状態。そうですね。俺がもうお前、俺を履くには値しないと。なるほど。ベックマンから言ってきてますね。いやちょっとね、確かにベックは難しいな。まあ、言ってることは大体わかるな。ほんまですか？伝わりました？大体わかるわ。よかった。まあ否定はせんけど、まあ、難しいっていうよりは、はい、まあそこまでレンジが広くないって感じ。このユーティリティに見えるけど実はそこ、そう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 、ポイント絞ってのブーツやったという。そうですね。アメカジスウェットとか金やったらセッターの方がいいし。そうですね。もうガチのラギラギ路線というか、タフに行くんやったら、うん、これセミドレスにした方がええやんとか、そうフラットボックスの方がええやんっていう、そうところがあるんで、取って代わられちゃうんですよね。そうなんですよ、これが。なんでこれは、はい、福沢さんがこのデニムエイジング病に取り憑かれてるからちょっと難しく感じてるだけで。そうですね。このちょっとラギットなところと、うん、この綺麗めというかちょっとドレスな革の部分をね、はい、で、ひらびもなところとかをこう、うまいことを活かして。そうですね。軍地のとか、軍地の持ってないか。持ってるよ。もう M52 か。 M52 いけるか。 M52 に合わせてギーヤニフーみたいな。そうそうそう、綺麗めにフィールドジャケットとかを羽織るみたいな。はぁ、なるほど。あ、こじゃれてますね。そういう感じ。いいですね。とかそういう感じで着てあげるといいんやけど、はい、福田さんあんまりそういう綺麗めのに使えるミリタリーとかも、まあ、あんまり持ってないと思って。そうですね。ラフというか、そうですね、気軽に着れるを重視しているので。そうですね。これあんま気軽に着せてくれない。そうですね。格式高いですね。そうです。ちょっとね、あのシガーとか、あれ何やっけ、チェスナットか。チェスナット、シガーとかチェスナットで買って貼って、でタフにエイジングさせていくぜって人は意外とアメカジにも使えてるんやけど。それも一個ポイントよね。カラー4種類やって一番こう、そうそう、これとあのチェリーのやつはちょっと表情がドレッシーやね。だからみんな誓ってたんやっていう。あ、気づき、気づきましたね。いや、なんかあの革靴のグループラインあったじゃないですか、はいはい、オープンチャットですか。はいはい、一回あの話題にも出して物議を醸した。はいはい、福田さんがラインかなんかで所属している。そうなんですよ、オープンチャットですね。はい、あのベックマン売りましたみたいな人がちょいちょいおって、ベックマン売ろうかなって、ベックマンはフラットボックスあるしみたいなんで、僕も売りましたみたいな、普通のベックマンみたいな。なんかちょっと難しいですよね、こうでみたいな言われてて、あ、みんな思ってる、もしかして。まあけどそういう人たちはやっぱりアメカジに楽に、ラフ&タフに
な気持ちでね。なるほどね。着れるのがいいから、クロンダイクの革の方が俺っぽいわってなったんかもでええねんな。いや、まあ、あれはドワークですからね。うん、いいですよね、あれは。ちょっと、しゃげてきた感じとかもね、なんかちょっとワークっぽくなって、8番ラストが生きてくるというか、そうですね。ガガガガッとシワが感じはあるとは思うんで。俺もちょっとベックマンね、はい、まあ、カワン買ってないからケチはつけないんですけど。おちゃんとしてる。ちょっとね、はい、まあ俺がこれ企画するんやったら、うん、8番ラストじゃなくていいやろっていう、ああなるほどね、気持ちとか、まあその歯止めの感覚とかね。なんかあのね、オールデンのブーツとか、そう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 、もっと密やもんね。そうなんですよ。ってなったらちょっと表情もまた、そうなんですよ、変わりそうなっていうところを、うん、まあこの下地味がある、まあ、アイアンレンジにも使われてる、はい、そうですね、感じで実現したっていう、うん、まあそこはそこで魅力やとは思うんですけどね、はいはい、まあ、むしろそんな俺が求めるアンティーク中を突きにしたら、もっとみんな履きにくくなるわけよ、ね、はい、廃盤一直線です。そう俺がこのキャスケットに A2 みたいなって下をちょっとね、はい、タックの入ったパンツで合わせたいって言ってるから、はい、まあそういう風になってるわけ。なるほどね。俺は単純にベックマンに首にすでになってるから、ベックマンをすでに買ってない。早っ。あの面接で落とされてる。あ、書類落ちしてるから。俺はちょっと最終選考まで行ってしまったみたいな。入社はしたか。入社してしまった。入社してしまったけど、なるほど、やりたいことと違うみたいな。悩み出してますね。悩み出してる感じですね今。なるほどね。まあね、はい、北尾さんがじゃあ、まあ、ベックマン入社できるためというか、はい、社風に馴染むためには、2年目で、ね、頑張るために、ね、必要なアイテムみたいなのをちょっと教えてください、ね、提案してみようかなと思います。はい、まあ、まずは、はい、ブラウンズビーチとか。いやー ね、 そうですね、もうやっぱりコッペンも買いましたから、はいはいはい、もう必須のアイテムだなと思いまして、まあ、ブラウンズビーチじゃなくてもいいんですけど、うん、まあ、ワークベストいいですねとか、ハンティングベストもうこれは買います。おお、はい、もう買いますとかで、ちょっとこう、まあ海外ラギニー路線というか、はい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 、うんうんうん、なんかこうワークシャツかシャンブレーシャツかなんかの上からそういうベスト履いて、こうタフにね、書き込んでるデニム履いてこれを合わせてあげるとか、イメージありますね。して、まあブラウンズビーチやったら M52 とかも、あー M52 ね、こう色味がベージュとブラウンで合うんじゃないの。いいですね。のでまあ非デニムの日というか、はいはい、まあ、G ジャンだけデニムで、あ、下は普通のパンツの日とかにあるとちょうど調和取ってくれるんじゃないかな。いいっすね、確かに。感じがあるもね急に何ジェイミーになったけど思うんですけど、はい、まあとか他は、まあ、そういう、まあ、ベックマンに合わせてパンツを買うとかね、はい、そうね、意外とこのデニムも選ぶというか、そうそう、ちょっと打ち込み強くて、あの、うん、光沢のあるチノパンを買ってみるとかでもいいし。あ、いいですね。まあそうですね、あんまりこう風合いがありすぎず、そうそう、なさすぎずぐらいの、いや、そう、ストレートデニムをほんまに買うとかね。あの、アーティーセーでもなければ、コトジボとかね、コトジボ、オアスローでもない、この感じ。まあオアスローはいい線はいってるやけど、ちょっと青み強いからね。そうなんですよ、そう、そうですね、ちょっとだから、え、デニムもちょっとむずいなという、ちょっと青っぽくないダブル X いいですね、みたいな感じの生地、ダブル X 志向の生地感やったり、あ、いいですね、するのがいいのかなとか思いますね。いや、全部ポイントですね。まあちょっとだから、まあ難しいというか、ピーキーな靴、じゃあピーキーな靴なんか、いやそう思いました、痛感します。まあ手放す人がおるってことはそうなんか、そうですね、フラットボックスがバカ売れしたのもあると思いますけどね。はいはいはい、もちろん、はいはいはい、それでお株を奪われちゃう感じもちょっとわかるというか、みんな写真ってワードに弱いし弱いですね。まああとは、はい、あの時計、時計、腕時計、ほうほうほう、やっぱラギニー的にいるから、なるほどね、どっちかっていうと、うん、インディアンジュエリー多いよりもこういう、まあ、ミリタリーベースのアウターに腕時計、まあこれはちょっと今日はね、あのバブアできたんで、バブアに合わせた時計やったんですけど、はい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 、まあ、腕ちょっとそういうヴィンテージっぽいのに合う腕時計をしてみるとかね、はい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 、とか、確かにね、ちょっと大人な顔つきにね、デニムスタイルを振ってくれるようなアイテム、
るほど。で一応今 M65 と BDU は持ってるんで、そうですね、まあ、そういうのと合わせるときにちょっとこう中とこの先っちょをね、あの大人にしてしまおうっていう。おしゃれ上級者じゃないのそれ。だからまあちょっと上級者モデルもしかして。まあアメカジっぽく振り切って履くのもありやとは思う、はい、はいはい。けど別に福田さんアメカジでもないから、そうですね、一番なんていうかバイコな状態迷宮入り、まあ、そこからどっちに行きやすいかっていうと、あ、そうですね、まあそのプリントパーカーとかを着てコテコテのアメカジに行くよりは、うん、福田さんやったらそういうちょっとラギーにというか、そうですね、ラギッド&ドレスみたいな、あ、それそれ、そうに行った方がいい。そうよね、俺思っててこれなんかあの僕レッドウィング欲しかったんですけど、はいはいはい、8875を首になってるんであのドカジュアルブーツがやっぱ多いんでブラックリスト持ってる多かったんで、あ、そんな中でもあの俺のこの服にはベックマン合わせてくれるわっていう、あ、なるほど、綺麗めからこのワーク系に行ったんですけど、はいはい、それがもうそもそも間違いで、はい、これっていうのはそういうラギニーたちがもともとラギとカジュアルタフワークな人が一段こう綺麗になるためのアイテムやったという、まあ、逆やったんですよ僕は。なるほどなるほど、だからかってそう思ったんですね。なるほどね、はい、まあ履き方は自由なんでね、まあまあそうですね何でもいいとは思うんですけど、いいですけど、まあ福田さんはどっちかというとバスクシャツとかシェトランドウールとか、そう、あの他も綺麗にしちゃうから、そうこいつが逆に綺麗すぎると追いつかれへんなってしまうっていう、そうそうそうなんです、ところがあるよね。いやさやな、ラギスこうやったな、逆やな、俺が行くんじゃなくても森脇健児の会話みたいなこうやった、違う違う、家帰るあれじゃないですよ、はい、道の説明してるまあね、はい、ちょっと東江さんにテクニック、はいはい、教えていただいて、あのビーチベスト挟むとか、はいはい、軍手の履くとか小物でちょっとシャレっ気というか大人な感じするみたいなテクニックちょっと教えてもらったんで、ちょっとあったかくなった頃に、はい、もう一回ちょっと挑戦してみようかな。冬眠は確定してちょっともうアウターが今貧弱なんで、はいはい、インスタも上げてないんですよ僕、水差しか着てないんで。なるほどまたアウターも買いますだから冬眠中というか、ね、そうなんですよ、ちょっとね春になってまたちょっとこいつが、ね、雪解けとともにこいつがまた出てきたらなという感じで、ね、また頑張っていこうと思います。はい、はい、まあ草野さんのフレンチカジュアルみたいなのに合わなかっただけで全然そうです、ね、便利な靴やと思いますそうですよ、皆さん履いてください、僕の分まで履いてくださいまあただ同じように、はい、なんとなくそういう感じでね、一生もんとかいいコスパの老舗のアイテムとかをババって買っちゃった人にはちょっとベックマン難しいっていうのはめちゃくちゃ一理あると思う。難しいです、そういう方の参考にもなれるようにちょっとね僕はあの先陣を切ってこれを履きこなしてみせますんでね、人柱にもなってまたそうですね、あのベックマン悩んでる方とか、はい、欲しいなって思ってる方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします今回はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。